演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ケロックのオールブラン発酵性食物繊維入りフルーツミックスを食べたいと思います。発酵性の食物繊維、なんか裏に色々書いてあるんですけど、この小麦ブランというものが含まれているような風に見えますね。この小麦ブランというのが含まれていて、全粒粉のさらに多いと思います。発酵性ってことはなんか納豆とかヨーグルトとかそういうイメージがありますが、食物繊維自体がそうした性質を持っているということなんでしょうか。まあとりあえず食べて、まずは出してみましょう。中身は、こんな感じですね。うわ、なんか香ばしい香りがしてきましたね、これすごい。それでは、ではシリアルというわけで牛乳をかけて、食感を楽しみたいから控えめにしておいて、ではいただきます。はい、大満足できますね。でもこれだんだん疲れてくるな。あと酸味も結構感じられますね。そのまま食べるとザクザクとした食感とね、歯ごたえのあるフレークと、このスティック、なんかスティックみたいな、ここにあるじゃないですか、スティックみたいな形のフレークも入ってるみたいですね。そしてドライフルーツの甘酸っぱさが口の中に広がってきて、フレークは程よい甘さがあって、気持ち悪い、甘ったるいわけでもなく、かといって全くないわけでもない、そんな感じですね。そして牛乳をかけるとちょうどいい感じにふにゃっとしてきましたね。ヨーグルト、なぜかこちらではヨーグルトがおすすめされています。こちらも機会があれば試してみたいですね。でザクザクとしているんですけど、結構顎が疲れますね。これは噛み応えありそうだけど、一気に食べるものではないかもしれませんね。まあ一気に食べてる方がおかしいんでしょうけど、でもとっても美味しかったです。なんか他にも種類があるんですね。食物繊維もたっぷり入っているので、これで体の中をお掃除したいです。そうね、お掃除できるものシャールをとってもいいと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。それでは風花の火が灯るなり灯籠に、火も風花も儚いですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。